お願いします。ウタさん聞いてないね。あ、マイク、ウタさん電池ないのかな。マイクの電池がもしかしたら切れてる。 OK。 ですね、私がちょっとナルチンさんはあのちょっと存じ上げないんですが、はいはい、2P 側のイズミックスさんですね、はい、こちらのプレイヤーは本日あの群馬の方から、参加してくださっております。 ね、ありがとうございます。ずっとアイビー一筋で頑張ってる、はい、アイビー、しかもアイビーのかっこいい投げが大好きと、クリミナルシンフォニーが大好きというプレイヤーですので、必ずや、決めて見せていただけるんだと期待しております。あの組手の時にインタビューされてたと思うんですけども、はい、あのクリミナルシンフォニー決めることができなかったってすごい悔しい顔してて、 そうですね、それなんかどっかでまた聞いたことあるなみたいな、ちょっと思って、まさか2人はライバル関係なのかなっていう、数分前に聞いたような、そうですね。さあ、それでは試合の方を見ていきたいと思います。 1P 側がナルチンさんですかね、対する 2P 側がイズミックスさんということで、バトル1を制しているのは 2P 側イズミックスさん。さあ、体力的には 1P 側ナルチンさんがかなり大きなリードを許してしまっているバトル2ですが、さあ、削り体勢のイズミックスさんに対してどこでチャンスを神に行くのかという、投げが通ってしまえ。さあ、 2P 側イズミックスさんがリーチをかけた状態。さあ、群馬から来てこんなところじゃ負けられないといったところでしょうかね。群馬は片道2時間くらいかかりますよ。大きな時間コース。これはもう絶対に負けられないですね。もう絶対帰りのこととか考えてないですもんね、今、まあ、勝つことだけに集中してますもん。そうですね、時間が時間なだけに。はい、いや、プレイヤーの鏡ですよ。スーパーキャリッコ、スーパーキャリッコ。爪の赤ですね、これは。爪の赤先生飲みたいです。さあ、ワンピー側のナルチンさんがさらに1本取り返してる、1本取り返してる状態ですね。 1,2 のバトルは4ということで、さあ、壁の位置がかなり厳しい。投げ投げ投げ通れ。さあ、試合展開を早めたことで勝利に一歩近づけた 2P がイズミックスさんの勝利となりました。おめでとうございます。